金康士官は韓国出身の元プロ野球選手。高校入学時は三塁手だったが、長身のため一塁手へ転校。高校在学中に新人ドラフトでハンファから2位で指名を受けるも、聖金館大学へ進学するため拒否。4年後、再度ハンファから指名を受け入団。1年目の2006年はパンチ力のある打撃で注目されたが、 公主の要である金大金がいたためわずか4試合の出場に止まる。2007年はオープン戦本塁打、打点ともトップで開幕1軍を果たすが4月17日まで無安打で2軍へ降格。4月28日再度一1軍に復帰したがまたしても安打を打てずシーズンはこのように1軍と2軍を行き来する結果に2008年のシーズンは開幕直前に 金体金の負傷で開幕戦は4番一塁手で出場。金体金の復帰後には主に指名打者で出場する。124試合に出場するなど倍増した項目が多くキャリアハイの成績を収める。2010年、金体金と李博氏の日本進出で再守博広と共に打線の中軸になり3番ファーストとして起用されることに。李拓根が持つ。 プロ野球最多出塁記録の大記録を4月10日、ロッテ戦で達成。4月18日、ネクセン戦で、強襲打球を受け負傷退場し4月21日1、軍登録を抹消された。5月11日1軍に、再び登録される。6月以降 SKY バーンズを苦にし、6月8日に、キアタイガースから移籍した、長森吉の加入により、 指名打者として出場する企業方針へ変わる。2010年アジア競技大会の野球代表として、候補の一人になったが結局選出されず、シーズンオフから2年間の兵役に復することに、2013年より、ハンファーに復帰。2016年9月20日、ハンファーより、ボクロミンと共に、ウェーバー工事され退団した。2017年よりネクセンヒーローズに所属した。 2018年に自由契約となり、現役を引退した。2019年よりキウムヒーローズのコーチに転身する。ありがとうございます。